にゃんにゃーん。どうも、こんにちは。春 t ン春ビッシュンのシュンです。春 t ン春ビッシュンのダギロトークですン。第128回、パート128、2020年8月4日のダギロトークです。ってことですね。今日のダギロトークは、一応2つほど、2つお聞かせある、お聞かせっていうかね、話したことあるんですけど、まず一1つ目はですね、え、ー 機能ですね。チャンネル名をね。春ュン TV シュンから、春ュン TV シュン、えー、なんか、ハッシュタグかしらんゃな、ハッシュタグじゃなシャ、シャープかしらんゃな,なんか、えっと、斜めみたいなやつ、syuntbsyun、かっこ、ゲーム実況点、歌、かことディールにね、変更しました。長くなりましたね。まあ一応、まあえっと、一応ね、えっと、 今までどうで拶さつは、シュン TV シュンで行くし。で、あとね、あのー、前呼んでくれるときも、シュン TV シュン、おわ、シュン、おわ、ネシュンでね、いいのでね、よろしくお願いします。<laughs> なんでネシュンが入ったのかな <laughs> あ思うんですけどね。で、えー、もう一個お知らせ、お知らせっていうかね、自分がただ単にね、話したいことなんですけど、えー、っとですね、あれ何話すんだったっけ あれあれ待ってください、待ってください。あの、本当にあの話したいことあったんですけど、あれ何話すんやったっけな思い出せない <laughs>。あれちょ,ちょっと待ってく待って、ちょっと待ってください。思い出せないな。あれ ちゃんの名前変えたの、え変えたよーっていうのとですね。なんかあと、もう一個、話しとかないといけないことがあったような感じしたんですけど。あれちょっと、記力がやばいですね。記力喪失なのかな気が合うと知りたいなと思うんですけど。あれ、本当に思い出せない。おっとおっと、いつもの配信みたいな感じになってるよ。 大丈夫大丈夫かい、うん、思い出せないな。おかしいですね。もうちょっとね、もう、明日の大巨頭君に話すこともあそうかな。あれ本当に何に話そうと思ったんだろう。もうなんか終始気力喪失みたいな人になってるけどね。えー、っと、うん、出てこない。<laughs> 出てこないわ。 そうだよね今日のラジオトーク、未更新知らせるって言ったけど、一つですね。えー、チャンネル名変えたよーってお知らせでしたー。ということで、えー、ありがとうございましたー。ということでね。本当に何だったっけど、あれ本当何だろうね。自分何か言うことあったような、ラジオトークで言うことあったような気がするんやけど、ジオトーク、あ、思い出した思い出した。あの、えー、質問コーナーのね、質問も、 けね、あの質問コーナーのことを忘れていませんよねってことでした。あ、よかった、思い出した。思い出したよてか、期間オーバーしてるけど、思い出した。そうそうそう。質問コーナーのことね、えー、よっかなと思った時に、もう、ポーン頭に飛んでいったからね。ちょっと今日はね、ちょびっと延長しますね、話すこと。えー、まあ、質問コーナー、の、受ち期間、あと11日かな。 8月15まで受け付けなのでね、あと11時になっています。YouTube でのね、第6回、シュン t c の質問コーナーで書いてる、まあ、動画、まあ、動画、まあ、質問コーナー、説明動画と、Twitter の、ね、リプ欄でも受付できます。あと質問が、ね、受け付できますの、ね、で、もしよかったら質問をね、もうどんな些細なことでもいいのでね、えー、書いてください。書いてください。ということでね、えー、ありがとうございました。ということで、思い出しました。よかった。